おお、出ますか。出ますね。ベトナムの交通いつもそんな状態です。ベトナムではまだ電車はない。みんないつも車、バイク、そしてバス乗っています。でも一番人気なのはバイクです。私はベトナム人のリンと申します。私はベトナム人のリンです。私はイアンです。皆さんはベトナムどこにあるのか知ってますか？ 21? おお、正解。すごいですね。ベトナムは北部、中部、南部に分けています。中部だけ四季がありますよ。南部は雨季と乾季しかありません。それ寒気はとっても暑いです。飾り物だけですよ。本当は飾り物。この王宮は昔王様が住んでいたところです。短い長い距離でもいつもバイクで、一番人気なのはバイクです。ありがとうってなんていうか知ってる人。シンガポール。おお、すごい。やめた。すごい、すごい、すごい。シンジャオ、シンジャオ。はい、はい。もう、ば、ま、ベトナムの遊びをしてまたやろうと思いました。僕もベトナムに行ってみたいです。食べ物とかなんかイルミネーションとかベトナムのことを学んだことが良かったです。結構楽しかったです。もっとなんか日本ベトナムのいいこと、面白いことを伝えたい、教えたいと思いました。